最終日の朝、こんにちは。ガウさん、鈴人さん、ヤギヤギさん、ミャーさん、トモディさん、音速の聞こえしさん、渡り鳥さん、鏡さん、ごまどおさん、市田さん、BPM188 さん、HSK さん、新一さん、なおさん、ストリームさん、こんにちは。鈴人さん、ハートありがとうございます。アランさん、慎太郎さん、メッシさん、こんにちは。確かに朝じゃない、ね、ストリームさん、親衛隊166人目、ありがとうございます。ありがとう。渡り鳥さん、紅茶ありがとうございます。直道さん、菅さん、こんにちは。白老さん、こんにちは。ハートありがとうございます。お、700回目、すごい。700って結構よ。元幸さん、こんにちは。渡り鳥さん、ハートありがとうございます。ラブ太郎さん、しゅうちゃん、箱押しさん、こんにちは。お昼ですね、お昼。カンさん、ハートありがとうございます。ヒンジさん、ナモナモさん、ヨシさん、こんにちは。ナモナモさん、バラありがとうございます。仕事で外出中、ランチで牛、いいな、牛タン美味しい。お仕事お疲れ様、いいね。今日水曜日だからね。なんかさ、もう週の真ん中だから今日ね、なんかあっという間じゃない？なんかさ、先週さ、週の真ん中だからみたいな話をさ、確かしたんだよ、ちょうど配信で。しゅうがきさん、こんにちは。よしさん、キスマークありがとうございますね。オルニストさん、こんにちは。鈴人さん、キスマークありがとうございます。スケヒラさん、こんにちは。ま、この枠は毎回安定のメイクをしていこうと思います。こうきちさん、こんにちは。メイクしていこう。週が過ぎるの遅くて、うつもう金曜日。本当だよね、本当だよね、毎日金曜日がいいよね。ヨッタさん、こんにちは。しがきさん、キスマークありがとうございます。お手紙もありがとう。ドリーマーさん、ポコさん、こんにちは。毎日金曜日っていうのもなかなかにあれだけどね、金土日、金土日ぐらいでよくない？っていう。昼間もカラオケ味するの気にして、そう、壁がね、とにかく薄いっていう。なんか別に日中は平気かもしれないけど、あの音量的にはだけど、なんかあの今後のためにもちょっとやめときたいって感じかな。まだ住むからここに。さんちゃん、こんにちは。プラムさん、こんにちは。キスマークありがとうございます。相変わらず可愛い。ありがとう。そんな、なんかすっぴんお化けでいいんですか？まいまちさん、こんにちは。週休5日ぐらいがいい。本当にね、さ、マジでリアルな話、3日、3連勤休みとか。あ、でもな、休みがまとまってないのもやだなね。4日行って3日休みとかどう？月から木か、月から木か、かから金とか働いて3連休、どう？カピオリさん、こんにちは。それぐらいなったらさ、まだ頑張ろうって思わん？
連休、いや本当だよね、連休いいよね。毎週3連休みたいな感じだとちょっと頑張れそうじゃない。サトシオンさん、山形かかしさん、こんにちは。週休3日の職場もちょっとずつ増えてるよ。給料それもいいよ。まあでも給料なんてさ、別にちゃんと働いてもさって感じじゃない、今のさご時世って感じだよね。だったら休み多い方が良くない、大して変わんないんだったらって思っちゃう。確かにでも週休3日とかのところあったな、なんかあのフレックスみたいなのを導入してるところで、なんか3日にすることも可能みたいなところあった。これ絶対でも結局自分の力量次第って言ってるようなもんやんと思って、固定で3日にしろと思ったけどね。そう、一応ね私も就活的なことはしてましたから。ライスさんこんにちは、キスマークありがとうございます。さっき村上さんこんにちは、ハートありがとうございます。山形かかしさん、だるまありがとうございます。ニックネームさんこんにちは、たまにロッキー一級の時があるけど、あーいやそれはさ普通にさあの私とかの年齢でもきついよ絶対それ。クリジーさんこんにちは、ゾウキンさんこんにちは、シオジーさんこんにちは、キスマークありがとうございます。シジュウカラさんこんにちは、ミーさん、ヒロヒロシさんこんにちは、ヒロヒロシさん、キスマークお手紙ありがとうございます。完全週休2日、いやそう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 だよ、絶対無理なんだけど、そんな最低でも2日は欲しいよね。ひささんこんにちは、ねえやだよね、難しいよね今の時代って本当に。物価と税金だけどんどん上がっちゃってさ、給料はさそんなに上がんないじゃん。やめてほしいよね。総一さん、モーコンさん、タムヒロさんこんにちは。保育士さん土日も出勤で代金も取れるか分かんなかったぞ。いやほんとそうだよ、ほんとそうだし、なんか有給とかさあるけどさ、結局担任とか持っちゃったらさ、例えばじゃあ自分のなんかほんと体調不良とかじゃなくてさ、ただ自分が出かけたいから別にいいじゃんそれって、使用でさ、有給なんだからさ使用でもいいじゃん。だけどさ、さすがに気が引けないそれ自分のさ、例えばじゃああのね、ゴールデンウィークとか、それこそゴールデンウィークとかさ、あの今年だったら4月の30と5月1,2が平日だったじゃん。あれ違ったっけ、いやそうだよね、そうだよね、そう。それでさ、例えば普通の企業に勤めてます、で有給ももう取れる年というかまあ時期ですってなったとして、最初はみんな取れないからあれだけどさ、そうそう、まあそうなったとして、で3連休というかね、3日間有給取って、じゃあ10連休にしますっていう人も世の中にはきっといたけど、それはちょっとできないじゃないっていう。10連休確保したいからって言ってさ、3日間子供たちっていうわけにもさって、別にダメではないかもしれないけど、ちょっと気が引けるよねっていうさ、となんか制度上は取れたとしてもちょっとなんか気まずくねっていう。
四十からさん、アフヌンクマちゃん、いっぱいありがとうございます。伊津田さん、バラありがとうございます。ドゥーさん、こんにちは。百キラありがとうございます。そうなの、そうなんだよね。そうそう、そういうところもさ、働き方改革しなきゃいけないんだけどね。でもね、そうじゃないっていう考え方がさ、根付きすぎちゃっててなかなか難しいよねっていう。そうだからね、保育士とか、まあ、幼稚園の先生とかに、まあ、なりたくないとかさ、今は違うなって思ったのは、もう休みが取りづらすぎるっていうのが一番なの。まあまあピアノとかもあるけど、ピアノなんて別に弾けなくてもいいみたいな絵もあるのよ、探せばね。 CD とかさ、今いろいろあるじゃん。そうだから、そういうところも全然あるんだけど、探せば。なんだけど、あのそれ以上に休みが取りづらいっていうのが嫌で、ちょっと今じゃないなってなったみたいな感じ。そうだから子供は全然好きだし、保育士さんっていう仕事も別に嫌いではないなっていう感じ。四十川さん、キュンです。いっぱいありがとうございます。今の仕事で唯一ありがたいのは有給が比較的自由に取れる。あー、それはね、いいけどね。あー、なるほどね。イベとかもできてね。いや、できてるじゃない主催側イベとかもね、来れてね。はいはい、まあ確かにそうだよね。それも順番だもんね、有給とかもね。連休なんかみんな取りたいもんね。そりゃそうだ。でも誰もいなかったら困るもんね。確かにな、難しいよね。翔平さん、こんにちは。君空さん、こんにちは。確かにそう、親御さんのさ目もあるじゃん責任感がとか言われるんだよ。あったらだって休み取っとるだろうに、本当にもとか思っちゃうよね。ミルクテイさん、こんにちは。新一さん、だるま、ありがとうございます。そもそも自分の役割で仕事が必要な時間帯に出勤すればいい。会社の会議も月1から。あー、会議って多いの？会社によるか。でも、うわー、すごいすごいんだけど。君空さん、キスマークありがとうございます。四十からさん、リップいっぱいありがとうございます。ありがとう。すごかったね、画面がね。これか、こないだ言ってたやつ。なんかすごいじゃん。誰が配信してるの今。これどうなってこうなってんだ。あ、時間が被っててってことか。理解したぞ。はにゃ。あ、スカーさん、こんにちは。モフネコ キスタワー、ありがとうございます。ありがとう。やばい、いよいよだね、今日最終日。ピース、不要法さん、こんにちは。ピースです。コツは全部現場に割らなきゃで、むしろ会議し、あ、なるほどね。天使さん、こんにちは。なるほどね、大変だよね、仕事のさ、あの職種とかにもよるし、あの部署とかにもよるだろうし、役職とかね、大変だよね。タムヒロさん、キスマークありがとうございます。ジュンくん、こんにちは。ミルクテさん、キラキラありがとうございます。渋滞や通勤中、経済回らないし、長く聞いても家族も使う。確かにね、そうなんだよね。2 イエーイ2、やったー。無課金はレインボースターとか食べちゃうと思うけど、どうする、この夢に使わない。それって期限とかないの？
めぐみのさんこんにちは。みっちさんこんにちは。天使さんだるまありがとうございます。とっくんさんこんにちは。なるほどねって感じだよ。あ、レインボースター期限ないんだ。それってさ、どれぐらいでさ溜め込めるもんなの？あ、無音でってありがとう。スイートさんハートありがとうございます。スカワさんモフネコキッズタワーありがとうございます。ちょっと木で迷っちゃう。ありがとう。なんだっけなんだっけ、鈴人さん流れ星ありがとうございます。みっちさんレインボースターありがとう。見えてるかな、ありがとう。伝われ。とっくんさんキスマークありがとうございます。とりあえず昼は越えなきゃ。ありがとう。これお返事伝わってんだろうかね。伝わってたら嬉しいよね。頑張ると月に11個くらい演舞してもらう。あ、そうなんだ。え、どうしたらいいんだろうね。カズさん、ユーシュンさんこんにちは。あゆみんさんこんにちは。ゆうさんこんにちは。キスマークありがとうございます。ルームの写真が別人の私。私うっそ。確かに、でもこれアプリで撮ってるからかな。そういうこと。ちなみに告知ある。私ですか。6月30日に新潟なんですけど、新潟の古町っていうところでイベントやるんですよ。会えるイベント。そうで、6月3日の20時1分からチケットが発売になりますっていう感じです。のでよかったら会いに来てくださいって感じ。どんてんさん、やすさんこんにちは。え、告知ってそういうこと。そう、申し込みというか、そうそうそう、あの発売がね、その時間なんです。その日のその時間。どんてんさんキスマークありがとうございます。飲み物とか持ち込むけどね、多分大丈夫じゃない、さすがに。そう、6月30日、そう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 、会えます。来てください、来てください。なんか3部制になってて、3部は私の生誕パートなんです。来てね。まあまあって、ツンデレ、え、ツンデレじゃないと思うよ。なんかすごい動揺してさ、チークめっちゃ塗っちゃってんじゃん。どうしてくれんの。どうしてくれんの。今日も可愛いって、私ですかとか言って自意識過剰。お刺身さんこんにちは。キスマークありがとうございます。なんかアイメイク終わってないのにチーク塗っちゃった。あー。シジュウカラさん、クマちゃん、クマちゃんタワーありがとうございます。ありがとう。和弘さんこんにちは。初見さん、今週、来週、ギリ来週かな、
そう、すごかったよね今こっちね、濃すぎてもうなんかおピンクってちょっと待って、やばいやばい、やだー、どうしよう、ドキドキしてきた、クックックって感じ。いやまだね2枠あるとはいえ、いや一瞬でもこの1位という数字が見れたのすごい嬉しい、ありがとうございます本当に。ちょっとじゃあ岩井ラメ塗っとくわ何岩井ラメえ待って、ね、すごいびっくりしたこと言っていい、まあ、眉毛描いてない今日まだいつも結構さ初期段階でやるのにさ上ついてて眉毛描いてない、びっくりしてる。そうだからこういうことに なるの、なんかさ他のことに没頭してたりとか、あのそう他のことに没頭してたりとか集中力がさあのこうね散漫してるとこういうことになるんですよ。あの差追いつき、いや本当にねマジでね、なんかあの正直ね、あの一個順位上げた時も結構な点差だったから、なんかみんながねこう追いつかせてくれようとはしてたんだけど、でもやっぱりさ相手もさ配信してるわけじゃないですか。そうだからこうなんていうのかな、詰めるんだけどその差があんまり変わらずにみたいなさ、ポイントだけお互い増えていくみたいな感じだったのずっと。だから順位上がった時もめっちゃ嬉しかったけどね、まさかこんな1位を見れるなんて思ってなかった。そう、あそうそうそう、ひなたんよりね私は下ですよ、 2個下とかかな、2個下か、そうそう。ニックネームさんお手紙ありがとうございます。そうなんですよ、そう残念ながら老け顔なもんでね、でも最近やっとあの年齢と顔が合ってきた気がする。グリッターえね本当にね、でもさガビガビになりそう夜になった確かに私の年代とあの97年生まれが多かったね、メンバーは。ひささんキスマークありがとうございます。チョコミントさんこんにちは。そこまで言ってない嬉しい、何褒められてるの。お、チョコミントさん新ネタ167人目ありがとうございます、イエイありがとう。そうだねそうだね、最終枠までだけど本当にそうなの。そう私は次は夜の7時19時だから、そう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 だしね、まだねあの他の方もね配信きっと他の時間にされると思うから、まあまああの焦りすぎずにいきましょう。なんか今日神々しい本当、でも外が晴れてるってのもあるかも。昨日なんかさすごいさお天気が悪くて結構あの外のね光が全然中に入ってこなくてさ、電気つけてたけど部屋自体が結構暗い感じだったから、それもあるかもしれない。ですねって感じ。
ラストに一気に抜かれるのは、まあでもね、それはもうイベあるあるだよね。目元変えてないよ特に。え、どこ行った、あった、ケロタン、イベドラさん、こんにちは。ね、本当に嬉しい。あ、劇場公演に行くのか、そっかそっか、ありがとう、最終枠来てくれるのね、嬉しいわ。勝利さん、智明さん、こんにちは。ケロタ、ハートありがとうございます。やばい、間に合わない系じゃない、もしかして。なんかピアスって聞かれてる。ねえねえ、声かけられることがあって、共通認識としてめっちゃ美人のこと言われる。え、赤坂さん、こんにちは。そう、本当にね、みんなが、いやでもさ、本当にイベントってさ、なんかその例えばさ、あのデイリーミッションとかでさ、こうもらったギフトとかあるじゃないですか。なんかそういうポイント差で負けるとかも全然あるのよ、マジで。1ポイントでも多ければさ、やっぱそりゃね、ポイント多い方が勝ちだから、1ポイントの差だとしてもね。そうだからさ、本当にバカにできないのよ、そういうのも。そうだから、なんかそんなちょっとだからとかマジで関係ない、全然。イミューイヤピアス銀、そうシルバー、なんか多分300円ぐらいの2個、2個っていうか普通に1セットで300円ぐらいのやつを1個つけてるだけ。なんでもないやつ。白いアルパカさん、こんにちは。赤坂豪さん、キスマークありがとうございます。ご両親はまーちゃんのイベントに賛成、いや賛成しないと思いますよ。いや来ないでほしい、普通に来ないでくださいって感じだから。家でやったる、家でやったるって感じ。そうそう、本当にそうなの、全然力不足とかないです。イベドラさん、ハートありがとうございます。はい、ということで、ちょっとアイライン引けなかったけど、123こんにちは。勝利さん、キスマークありがとうございます。え、嬉しい、今の私が好き。ありがとう。はい、ということで次は19時からになります。ちょっと早めかなって感じなんですけど、いつもよりはねちょっと早いですけど、最終日頑張りたいと思います。じゃあまた後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。またね。こんばんは。やっほー。総一さん、みゃーさん、音速の気候師さん、ひろしんさん、ライスさん、こんばんは。ライスさん、キスマーク、お手紙ありがとうございます。源五郎さん、たけさん、新一さん、赤坂豪さん、バンフィーさん、サトシオンさん、ジュン君、こんばんは。ライスさん、流れ星ありがとうございます。七久山六辺さん、鈴人さん、カツさん、サンちゃん、こんばんは。源五郎さん、お手紙ありがとうございます。おばかさん、キムさん、ヒサさん、ヤギヤギさん、オルニストスさん、パピコさん、こんばんは。源五郎さん、キスマークありがとうございます。ありがとう。コウキチさん、メッシさん、ヘムチスターさん、こんばんは。新一さん、流れ星ありがとうございます。タスクさん、こんばんは。ハートありがとうございます。
なもなもさんこんばんは。なもなもさん、ガタジェイさん、たけさん、ヤギヤギさん、キスマークありがとうございます。坂道画廊さんこんばんは。たけさん、お手紙ありがとうございます。かきひこさんこんばんは。ピーナンさん、しんたろうさん、げんさんこんばんは。やっほー。ゲンさん、HSK さん、こんばんは。今日はずっと寝てました。朝お昼ですね。お昼の枠は言ってなかったんですけど、めちゃくちゃに体調不良元気なんだけどね、ちょっとお腹が痛いです。今は平気だけど、まあ平気だけど、そう、もう最悪だよね私って感じするよね。このもうさ、イベント期間中に体調悪くなるのも最近あるあるなの。マジでやめたいんだけど、やめたいっていうかなんか、そう、マジでなんかついてない、ここ最近結構ずっとそんな感じ。ゆきりん55さんこんばんは。お刺身さん、キスマークありがとうございます。鈴人さん、ハートありがとうございます。そう、もう最悪、食欲もないし、どうしようって感じ。どうしようもないけど最悪ですねそう、何かとね、こういうなんか、まあ、ハプニング的なことが結構あるんですけど、カラオケ大丈夫、全然いける余裕。鈴人さん、キスマークありがとうございます。ヤッタさんこんばんは。レインボースターありがとうございます。そう、次の枠がカラオケ、9時から最終枠がカラオケだよ。そう、この枠30分しかなくて、ここだとできないから。かがみさんこんばんは。源五郎さん、レインボースターありがとうございます。お、須川さんこんばんは。新幹線はやぶさん車内ですが、電波不安定なんで最終枠のために選択が、ありがとうございます。気をつけて帰ってきて。仙台いいな。あの、あれがいい、牛タン食べたい。白朗さん、ドリーマーさんこんばんは。白朗さん、ハートありがとうございます。お手紙もありがとう。イベント中ずっとキスマークを送るやばい人みたいになってるいや、大丈夫、みんなそうだから大丈夫結構いるから大丈夫だよ、大丈夫。香川さん、レタスさん、初見さんこんばんは。ドラミュンさんこんばんは。あ、花さん、親衛隊168人目、ありがとうございます。そう、私ずんだ苦手なんよ。食べれるけどあんま好きじゃなくて昔ね、給食に出たんだよね、ずんだ餅が。あの、あれ枝豆じゃん味。あのさ、甘い枝豆が受け入れられないんだよね。だから枝豆はめっちゃ好きみたいな。牛タン食べて8時半に乗る予定を2時間予約取り直してくれ。なるほどね、そういうことか。ありがとうございます。でも牛タン食べれたのよかったBPM188 さん、ともあきさん、モーコンさん、お豆腐さんこんばんは。親衛隊って、あの、あれなんだっけ、ルームレベル、私のルームを見てくれてて、ルームレベルが10に上がるとそうなるみたいな、勝手になる。
ミッチさんこんばんは。鈴人さん、お豆腐さん、ハートありがとうございます。お豆腐さんこんばんは。ボブさんこんばんは。そう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 、あの小学校の多分なんか何だったんだろう、あれご当地給食みたいな感じだったのかな。でもね、なんか定期的に出てた。定期的にってか、そんな頻繁にではないけど年一ぐらいで出てて、そうだから食べたことはあるんだけど、あんまり好まないかもって感じだった。スイートさん、バラありがとうございます。ゴレヒロさんこんばんは。確かにそう、なんかさ、スイーツの割にはなんかね、あの枝豆の存在感がすごすぎてっていう感じがする。ヨッタさん、キスマークありがとうございます。あ、ずんだ作業、仙台駅行くために寄る。東京駅にもあるよね東京駅だっけ、どっかにもあるよね。箱おじいさんこんばんは。あ、ずんだ餅シェイク、ずんだシェイクは美味しいけど餅が苦手。あ、なるほどね。ちょっとあれなのかな、ちょっとクラッシュ感があるのかな。やっぱりもうちょっとこう飲み物っぽくなってるってことなのかな、シェイク。うん、牛タンはまあもう塩がいいな。あ、羽田空港にもある。意外とね、いろいろあるんだね。嫌だな、ほんと。てかさ、最終枠カラオケだけど、なんかカラオケとかの方が気が紛れていいかもしれないって今思った。特切り厚焼き牛タン定食絶対うまい。もう字が美味しそうだもん、字面が美味しそう。ウーロン茶サービスいいな。ウーロン茶っていいよね、焼肉とかの時。黒ウーロンとかだったら結構頼んじゃう、さっぱりする。いつも何歌ってる、結構ばらつきがあるっていうか、この人みたいなのはないけど、よく歌うのはまあ48グループとか、あいみょんとか、バックナンバーとか、そんな感じ。そう、もうね、ものすごいね、デッドヒートだよね、わかる。ほんとそうなの。てか私が今この順位にいるのも結構さ、すごいことなのよ、もともとの点差から考えたら。あー、スカーさん、もう猫キスタワーありがとうございます、ありがとう。そう、しかもこのタイミングでお腹痛いっていうね、もう最悪。そうだから、だからカラオケとかの方が気が紛れる気がしてる。ごま豆腐さんこんばんは。そうなんだよ、今日なんかあのこのお昼の配信の後にご飯食べたんだけど、本当はいらなくて。そう、でも薬飲みたくて。そう、薬飲みたくて無理やり食べたけど、いらねえってなってみたいな。ねえ、腹痛お揃い界隈嫌なお揃いだよね、マジでね。一曲どうぞ、9時からのやつ見に来てください。そうなの、最悪だよね本当にさ。もうこのガチイベにかぶってくる感じね、お腹痛いが最悪です。ケロタンこんばんは。クジジーさん、ケンさんこんばんは。
そういうことなんや。てかなんか最近ね結構実家からカラオケ配信することが多くて、実家はさ一軒家だからさ、それになんだっけ、あ、そうそう、実家は一軒家だから別にそこまでこう気にしなくていいのよ音とか。そうだから実家から結構ねカラオケ配信してたりとかしてたんだけど、ここ最近。そうだけどこっちでカラオケ配信するときはね、いつもカラオケボックスに行ってやってたから結構久しぶりかも、あのカラオケから配信するのは。ドラゴンさん、キスマークありがとうございます。山形かかしさん、こんばんは。スズイトさん、ハートありがとうございます。まーちゃんの配信のために仕事全集中して紛らわしたけど帰宅する。いやそうだよね、わかる、しんどいよね、無理せずにね。逆算して最初は新幹線だと電波が心配なんで自宅で頑張りたいかという。ありがとうございます、本当に。ケロタン、ハートありがとうございます。そうてか普通にさ、ただのアパートだからめっちゃ聞こえるんだよね。で人のさ生活音とか聞こえるってことは、歌なんか歌ったら絶対聞こえるってことじゃん、私の声が。そうだからここじゃできないのよ。マッティさん、こんばんは。ブーチャさん、ブーちゃん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。めくみのさん、こんばんは。アランさん、こんばんは。こんばんはでござる。立花さん、こんばんは。そうだからまあ今日はね楽しみです。ひろさん、こんばんは。お手紙ありがとうございます。そう生活音というか、まあなんかちょっとねどんどんとかなんかそういう感じを、なんか落としたんだろうなみたいな音とかさ聞こえるときあるじゃん、たまに。そうそう、そういうの、そういうの。ショールーム聞こえてる。いや分からん、聞こえてんじゃない。なんか私がここにまだ住み始めたばっかりぐらいの時、下か隣になんか若いカップルみたいなのが住んでて、そうでその人たちがすごい楽しそうに喋ってる声とかよく聞こえてたんよ。そうだから夜中にもう超楽しそうなの、なんか普通に喋ってるだけなんだけど、そうでもさ時間帯的に考えてもさ、多分そんなでかい声で喋ってるとは考えられないわけよ。ってなったらやっぱ普通に喋り声とかも聞こえてんだろうなって思って。そう私別に何て言うの、なんかさそういう話し声とかテレビの音とかなんか外のさ車の音とかでも全然寝れる人なのね。だから別に私は平気だけど、多分神経質な人だったらめっちゃ気になるだろうなと思って。そうピコットキャットのみこさん、こんばんは。そう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 、夜ってねそう周りが静かな分そう余計に響くっていう。ももちさん、こんばんは。しおじいさん、お手紙ありがとうございます。鈴木一郎さん、ハトさん、こんばんは。そう子供はね多分ね外にいるんよ。でなんかまあ、窓開けてたりとかすると結構聞こえるけど、窓開けてなくてもね、なんか学校帰りかなみたいな多分小学生とかの声がね聞こえるよね。キャッ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 ってね楽しそうだよね本当に。ということはこの後終わったらカラオケに移動。そう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 、すぐね近くだから全然平気なんだけど、そうそう9時より前には行きますって感じ。そうそうカラオケですらね確かに隣でね声とか聞こえてくるもんね。隣人からこの子ずっと誰かに挨拶して、確かにこんばんはとか言ってね。ゼロタイガーさん、 TC ライダーさん、こんばんは。
ドラムさんこんばんは、お手紙ありがとうございます。電話してるとか思われてるのかね、もしかしたらずっと電話してる人みたいな。でもさ、マウ多分さ下の階だったんよ、マウの場合は。だけど隣とかだとまたちょっとね違うよね。トムトムさんこんばんは。そうそうそう、私は本当にどこでも何でも寝れる人なんで全然何も気にならない。やばいよね、逆にやばいよね。プラムさんレインボースターありがとうございます。泥棒とか来たら一発でアウトなタイプでも逆にいけるかもって思ってる、あの気づかなすぎて。青いバラさんこんばんは。不要法さんこんばんは。うちは共同廊下のある昔ながらのアパートがよそのご飯が何か肉じゃがとかカレーとかだとね分かりやすいよね、いい匂いさせてるところあるよねたまにね。アパートじゃないけどさ、あのご近所さん普通にあの駅とかから来る時の通り道のお家とかが多分キッチンがその道路側にあって窓とか開けながらご飯とかしてるんだろうね。すっごいねご飯のいい匂いがする時があって、通る時間帯によっては。そう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 、あめっちゃなんとかの匂いするみたいな、ご飯のさっていうのがねある。換気扇からが、あーはい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 、寝てる間に風邪道具全部詰まれてた。いやまあまあそれで住んでるならいいっすよね、マジで。命だけ助けてください。不要法さん紅茶ありがとうございます。山形かかしさんハートありがとうございます。呼びに謎の文字とか書かれてない、あそうそう、なんかねそれ聞いたことある、多分大丈夫。ノアさんこんばんは。仙台大宮上の東京しか止まんないやつ、1時間半で着くんだもんね、早いね、すごいわ。まあでもね停車駅少ないとはいえでも早いよね。アンポンタンさん、みほちゃん、よしさんこんばんは。そう私手料理まあそんな凝ったのは作れないですけどね、人並みぐらいにはできるようになりたいよねっていうので結構奮闘してるけど。鈴人さんハートありがとうございます。新潟から東京も最速1時間ぐらいだった、なったなった、早いよね。そうだよ、凝ったご飯はねちょっとあの環境が悪い、ここマジでキッチン狭すぎて。そうあ、子供ちゃんからはね実習とかだとね多かったのはマウ先生かな、かわいいよね、マジかわいいよな。 PC さんこんばんは、初見さんありがとうございます。マッツンさんこんばんは。新潟より仙台や名古屋の方が近いんだよね、JR新幹線行くよね。あー確かに名古屋とかだと1時間あれ、いや2時間ぐらいか、名古屋って大阪が2時間半とかだよね確か、名古屋って1時間どんぐらいだっけどんぐらいだっけ、2時間もかかんないっけ。山形加賀さんレインボースターありがとうございます。もやし料理、もやし料理って何が美味しいかね、生姜焼きとか。1時間半か。 KSK さんこんばんは。ボイドさんこんばんは。ひささんキスマークありがとうございます。1時間50分え、どっちドキンちゃんこんばんは。
でも早いよね、どっちにしろ早いよね。なんだっけ、のぞみが早いんだっけ。にゃんくんこんばんは。のぞみ、のぞみが早いやつ。お刺身さんお手紙ありがとうございます。しおさがのぞみに時間、あ、じゃあそうだ、のぞみが早いやつだ。私東海道新幹線大好きだから。あいが嘘ついてました。あ、90分か、早いね。いや私オムライスさ、卵が全然上手にできないの。そうだからそれはちょっと要練習だよね。男の人ってなんでオムライス好きなんだろうね。好きな人多くない？モカニャンマンさんこんばんは。あー、え、でも上から乗せるのもさすごくない？あれ切れるんだけど卵途中でピリってやだ。そうだからどうしてもあの綺麗に作りたい時みたいなさ時とかはあのめっちゃ卵使う。あ、子供の頃あんまりだったんだ。へえ。そう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 、なんかね男の人ってなんかオムライスとかハンバーグとかなんか本当にあの唐揚げとかさちっちゃい子が好むようなご飯をが好きっていう人が多い気がする。片栗粉ちょっと入れると切れにくいの。素晴らしい素晴らしい、今知恵をいただいた。そうなんだ、入れてみよう今度。よしひこちゃんこんばんは。キラ100ありがとうございます。得意料理なんだろう、ハンバーグ。うん、私も魚好き、めっちゃ。オムライスはケチャップアカデミーのさ、どっち。え、なんか普段はさ自分でしか食べないからさ、わざわざデミグラスとかめんどくさいんだよ。だから超簡単にケチャップだけど、でもあの普通に例えばあのご飯屋さんとか行ってオムライス食べようかなってなるときはだいたいデミグラスを頼むかな。そんなこと中目黒さんこんばんは。キツネさんこんばんは。なんかあれとか好きだよ、なんだっけ、卵と私っていうお店、なんかオムライスとか結構卵料理があるお店だったかな、確か多分そんな名前だった気がするんだけど、とか好きでよく行く。お友達とかとご飯食べようってなった時によく行ったりとかする。テラさんこんばんは。町中華美味しいよね、そういうの結局一番美味しいみたいなとこあるよね。そう、有名だよね、チェーン店だと思う。あれ結構どこでもある気がする。なんかオムライスだとポムの木とかも有名だよね。ポムの木私あんま行ったことないわ。ガワさんこんばんは。キスマークありがとうございます。難波公園終わり、ものすごく急いで地下鉄乗って20分弱。あー、9時24分そうだよね、そうなんだよね、早いよね新幹線の最終って。早いのがさ、まあ着く時間考えたらね妥当なんだけどさ、でも早いよね。カズさんこんばんは。毛細血管さんこんばんは。初見さんすごい名前が。
長めのお名前だった。村上の海辺のテーブルエッグってお店のお店のオムライス美味しい。へえ、もう絶対うまいやんみたいなさ、あの名前。へえ、今度行ってみよう。また村上行きたいんだよね普通に。今度行ってみるね。あ、大宮駅到着、おかえり。もうちょっとだね。私もあと3分でこの枠は終わってしまうのですが、もう超デッドヒートだねこれね。そう、イベ詳細はね出てるんだけど、あの私のツイート遡るとあると思う。今イベのやつ、こっちのイベのやつをやっちゃってるから。そうそう、あー確かにそうだね、新幹線ね、音問題ね。としのりさんこんばんは。あーアイス、はいはい、そうそう、まだ仕事中、お疲れ様。そうだよね、この時間だと仕事中の人も全然いると思う。そう、次は最終枠、カラオケボックスからの配信になります。カラオケ楽しく歌います。テラさん、キスマーク、お手紙ありがとう。あ、ミッチさん、リップありがとうございます。テラさん、ハートありがとうございます。としのりさん、流れ星ありがとうございます。それではまた後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。キツネさん、キスマークありがとう。またね、流れ星ありがとう。お手紙ありがとう。聞こえてますでしょうか。いかがですか。ももっちさん、音速の貴公子さん、オルニストスさん、バンフィーさん、ピーナウさん、タムヒロさん、マッシュさん、ヤギヤギさん、キミゾラさん、こんばんは。タスクさん、音符ありがとうございます。フミスさん、ナオさん、サトマサさん、カオさん、ピコットキャットラミコさん、メッシさん、ミャーさん、こんばんは。タスクさん、ハートありがとう。マッシュさん、ダルマありがとうございます。天使さん、スズヒトさん、ゲンさん、イーストさん、こんばんは。タムヒロさん、キスマークありがとうございます。パピコさん、こんばんは。バンフィーさん、お手紙ありがとうございます。お、聞こえてます、よかったです。バンフィーさん、ラブレターとキスマークありがとうございます。めぐみのさん、としさん、カイトさん、ドリーマーさん、こんばんは。ももちさん、お手紙ありがとうございます。はい、いよいよやってまいりました、最終枠でございます。しゅがきさん、こんばんは。流れ星ハートありがとうございます。キスマークもありがとう。そう、めっちゃ接戦なの。しゅがきさん、お手紙ありがとうございます。ドリーマーさん、ハートありがとうございます。そうなんす、そうなんす。ヤンロクさん、こんばんは。ラブレター、お手紙か、ありがとうございます。猫さん、こんばんは。ハートありがとうございます。カイトさん、流れ星ありがとうございます。プアさん、こんばんは。スズヒトさん、ハートありがとうございます。キスマークもありがとう。テラさん、こんばんは。そうなんです、今日はね、カラオケ配信やっていこうと思います。ちょい待ってよ。よし、こんな感じかな。キミゾラさん、ハートありがとうございます。ごま豆腐さん、こんばんは。ケンさん、あれどこ行っちゃった。ケンさん、キスマークありがとうございます。テラさん、レインボースターありがとうございます。ケンさん、流れ星ありがとうございます。としのりさん、こんばんは。ゲンさん、ハートありがとうございます。チェリーさん、こんばんは。キツネさん、こんばんは。そう、リアルカラオケからお届けするカラオケ配信。シンチャロスさん、こんばんは。チェリーさん、流れ星ありがとうございます。ケンさん、レインボースターありがとうございます。カオさん、お手紙ありがとうございます。マッシャさん、バラありがとうございます。リコちゃん、こんばんは。ハートありがとうございます。はい、今日はね、久しぶりかな、このここからお送りするカラオケ配信は。サトシオンさん、こんばんは。なん
カラオケ自体にもさ久しぶりに来たんだけどさ、ちょっとあの一個ねそうだったって思ったことがあって、しゅうさん、さとしおさんこんばんは、亀山田さんこんばんは、だるまありがとうございます、チェリーさん流れ星ありがとうございます、しゅうさんだるまありがとうございます。そう、あそうだったって思ったことがあって、私多分前に来た時まだ大学生だったの、だからあ学割聞かないんだと思って学割期限切れだったっていうね、ちょっとショックだった、しょうがないんだけどショックだったなっていう話キツネさんキスマークありがとうございます。そうなの、そういやそうだったなっていう、なんかあの気づいた、気づいちゃった和夫くん、りょうかさんこんばんは、イーストさんキスマークありがとうございます。そうなんですよ、びっくりした、そういえばそうだったと思ってイーストさんレインボースターありがとうございます。じゃあせっかくねカラオケに来たんで早速歌っていこうと思います。なんかやっぱりさ最初はさ盛り上がるやつがいいよねって個人的には思ってるんですけど、BPM188 さんこんばんは、ミッチさんこんばんは、鈴人さん、にょかさん、かずおくん、ハートありがとうございます、にょかさん紅茶もありがとうございます、はこしーさんこんばんは。じゃあ歌っていきます。なんでわかったの最初これThank you.
ありがとうございます。みんなめっちゃいっぱいありがとう。待って、ちょっとさ、来てくれた人だけでも呼びたい。さすがにカズさん、ドンテンさん、こんばんは。みんなペンライトとかいっぱいありがとう。認定員さん、こんばんは。イージスさん、こんばんは。そういちさん、こんばんは。あつこさん、こんばんは。のたじまへぐらさん、こんばんは。だいさん、こんばんは。レロリーさん、こんばんは。ひろしんさん、こんばんは。みんなありがとうございます。かずよさん、こんばんは。今来たけど曲は歌うよ、まだまだ歌う。ありがとう。一二三、こんばんは。みんなペンライトとか本当にたくさんありがとうございます。ペンライト、音符、ミラーボールもいっぱいありがとう。あ、止まった。ありがとうございます。見えてます。あー、ちょっと待って、変なとこ押しちゃった。紅茶とかもありがとうね。キスマークもいっぱいありがとう。ラブレターもありがとうございます。すごいね、面白いことになってきてるね。もう今日はね、本当にもうなんだ、もう順位がどうなってももう楽しく終わるって決めてるので、最後まで楽しくいきましょう。赤佐郷さん、親衛隊169人目、ありがとうございます。イエイイエイ。そうそう、親衛隊もね、すごく増えてくれてて、だいぶ嬉しいです。ヒンジさん、ニックネームさん、こんばんは。そう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 、嬉しい嬉しい。あと一人で170人とかなんでね、嬉しいです。今日29日だから、今日明日明後日で5月が終わるんですけど、佐藤美奈子さん、スカーさん、こんばんは。ありがとうございます。そう、あとね、ちょうどよく喉もね治ってくれて、だいぶありがたい、よかったタイミングが。そう、なんかね、ここ最近ずっと喉の調子があんまりよろしくなくて、そう、どうなるかなと思ってたんだけど、大丈夫っぽいです。あれ歌いたいな、久しぶりに。ちょっと待ってね、ちょっと待って、文字を打つのが下手くそすぎる。文字を打つのが下手くそすぎるぞ。これこれこれ、さけ村上さん、こんばんは。ね、そうそう、初めましての親衛隊の方も多くてめっちゃ嬉しい。ありがとう。では2曲目いきたいと思います。
君はずっと優しく微笑む ありがとうございます。すべて見えております。ひろしんさんこんばんは。呼んだかにゃー。ここ呼んだね。あ、ここだ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 。ここも呼んだな。ここも呼んだな。ここさんちゃん、いちたさんこんばんは。オリゼさんこんばんは。スピちゃんこんばんは。テチテチさん、タンポポの人さんこんばんは。スカワさん、モフネコキッスタワーありがとうございます。みんなもありがとう。ペンライトやらキスマークやら音符やらありがとうね。もう本当に画面がさキラキラで可愛くなっててヒロヒロシさんこんばんは。ツンニャーさんこんばんは。みんなありがとう。あのこいちさんこんばんは。むっちゃん、金髪マー君こんばんは。
フォーティエイトグループを連続で歌ってくれると最高すぎる。しかもまーちゃんの歌声、嬉しい嬉しい。そう、やっと喉治ってさ、まあもうなんかやっと楽しく歌えるようになって嬉しい。こないださ、多分さ、実家でさ、なんかカラオケチャレンジしたんだけど、途中でなんか喉ね、おかしくなっちゃって、そう、断念したからさ、嬉しい。よしひこちゃん、こんばんは。そう、もうさ、本当にさ、ガサガサのガラガラで本当にもうマジ一生このままだったらどうしようと思ってたんだけど、治ってよかった、マジで。じゃあちょっとね、48たくさん行ったんで、たくさんでもないか、2曲だけか2曲行ったんで、まあ定番のこちらも行っとこうかな。今日盛り上がる曲セレクトだからセイジさん、こんばんは。そう、盛り上がる曲セレクトだからね、行ってみましょう。 Hello everyone, let me introduce and dear friend of mine. She said she's got a story to tell. Welcome to my story. Okay, go. 君の話は素直に聞くよ、だから怒らないで一緒に帰ろう、ベイベー。何があったの？ちゃんと言ってよ。僕は君の虜さ。いつも不器用なあなただけど、負けちゃいそうな時はそばにいてくれる。前が君の気を引っ掛ける。
イエーイ、ありがとう。こんばんは、みなちゃん。ヒューさん、こんばんは。ミルクテイさん、ヨッタさん、こんばんは。みんなギフトありがとう。オープンハート。ありがとう。流れ星、ラブレター、お手紙。ありがとう。片言。ありがとう。オレンジピーちゃん、こんばんは。ありがとう、ありがとう。このカラフルペンライトいいね。なんか、レインボー系な。いいね、いいね。ありがとう、ありがとう。あ、この連続でさ、歌える幸せね、もう。喉ダメダメだった時、ちょっと休憩で、とか言って。すぐ休憩してたから。ちょっとさ、チャンジュ歌いたいんだけど。チャンジュ歌いたいんだけど、あの、私、歌詞がさ、これ便利だよね、このさ、あ、間違えた。これめっちゃさ、便利なんだよ、あの、このカラオケのさ、機械。2番とかさ、わかんないの。2番が分かんないんだよね。やばい、さよならエレジーに持っていかれる。近くの人がさよならエレジー歌ってる。ありがとうは一人、また一人、夢に続く階段。たとえ見てもせることないさ、どこかどこかで風が吹いたら追いつき追い越せるか、途中で誰かと比べるよりも未来の自分信じるんだ、君のペースで。君のペースでゴールまでか、走り抜けろか、夢の方か。歌えるからなんかさ、いつもあーってなるんだよね。そう、この枠はね、10時までで、あの、時間的にはね、9時59分59秒までなんで、まあ、ほぼ10時なんですけど、なんだっけ、結果、暫定結果を見るために、そう、ちょっとその後もちょっとやるかな。イベントの時間が終わっちゃえば別に2時間超えても平気なんで、1日の配信時間が。そう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 、だからとりあえずイベントは10時までですって感じだけど、配信自体は10時半とか20分とかまでやろうかなって感じ。けいちゃん、しゅうけんさん、こんばんは。嬉しい、かわいい、ありがとう。しかおさん、こんばんは。ココアさん、こんばんは。ちょっとチャンジュンチャレンジしてみるね。
んだ今まで。これ君のペースでゴールまでのところだ絶対。歌ったよイエーイ嬉しい。チャンジュンいいですよね。なんかちょっと前にたまたま久しぶりに歌ってみようってなって、なんかそれで歌ったんだけど、なんかすごいやっぱ歌詞がさ今の自分にもぴったりで、なんか当時はさ私あんまりなんかそのさアイドルとして上に行くぞみたいな気持ちあんまり正直なかったからさ、まあいい歌だなとは思ってたけど別にそこまで響いてなかったの。だけどなんか今の方がこれすごい響くなって思う、心にね歌ってても思う。だからすごいなんか今の方が歌っててこうグッとくるところがあるなっていう感じがしてますっていう感想。慎太郎さんこんばんは。みんなありがとう。キュンペンライト音符ハートありがとう。いっぱい見えてるよ花束とかね、ありがとうね。キスマーク見えてるよ、ありがとうね。レインボースターも見えてるよ、お手紙も見えてるよ、よかった。いちゃお茶さんこんばんは。そうなんかね響かなかったってわけじゃないけど、だからそこまでだからその自分とあんまりその重ね合わせられなかったそうって感じだったんだけど、なんか今の方がなんか自分と重なってっていう感じがする。だからきっと私あの今の方が本気でやってるんだろうなって思う。そうっていう感じかなね。もうすごくデッドヒートですけど、ちょっともうこれテンさん見ない方がいい。おもろいおもろいね、楽しいよ、全然楽しめてる今。いやこれこれだよね、これこれだよね、ほんとね。イベントってね、ちょっとさこれこれ歌えるっけ私、これ歌いたい。盛り上げていこう。
現役時代よりアイドルしてたけど今大丈夫そう大丈夫そうかなドラゴンさん新入隊170人目、ありがとうございます。かしゃ、ありがとう。つかわさん、モフネコキッスタワーいっぱいありがとうございます。みんなミラーボール違うか、あそうか、6年前とか怖いっすね。あ、パピコさん新入隊172人目、ありがとうございます。活動してた時よりさ、活動期間よりさ倍いってんだね、辞めてから。すごいね。じゃあ行きまーすじゃあ次の曲行きまーす。
ねすごかったんだけど画面がなんか大渋滞一瞬渋滞してがあの歌詞見えないみたいなことあったけど、すごいすごいめっちゃカラフル、ありがとう。ちょっと待ってね、四十からさんこんばんは。ちょっと待って、他に誰か来た人いない？今のとこ大丈夫、みんなありがとう、ラブレター、ペンライト、音符、お手紙、ハート見えてます全部、ありがとうね本当に、ありがとう。アフヌンクマちゃんありがとうね、いっぱいありがとう。キュンもありがとう、見えてたよ。リップタワーありがとうね、シジュウカラさん、みんなありがとう。レインボースターもありがとうね。あの歌の途中のさ、あのコールもとっても嬉しいコメントありがとうね。トコトコさんこんばんは、ありがとう。初見さんもいらっしゃってありがとうございます。シジュウカラさん、プリンアラモードタワーありがとうございます。なんかあとあのバルーン、な違うバルーンじゃなくて何これ、スタンドフラワータワー、スタフラータワーありがとうございます。ありがとう。ペンライト、音符、ハートありがとうね。もうもやしんさんこんばんは、もうキラッキラで。あすかわさん、あのアフヌーンクマちゃんありがとうございます。みんな好きもありがとう、好きありがとう。あプラムさん、おふねこキャット、あやばい言っちゃった、おふねこキッスタワーありがとうございます。ジュカさん、レインボータワーありがとうございます。めっちゃ虹、思わず踊ってしまった、それ嬉しい。踊ってください、もう踊って歌って。りょうさん、初見さんこんばんはありがとうございます。あ今劇場から帰ってきました、おかえりありがとう、ありがとうございます。もうモフネコキャットでいいかいいかね、ちょっとか繰り返しちゃってて結構あれだけどね、いいかもうね。そうで今日はもうあのあれだから盛り上がる、盛り上がるあれだから、盛り上がりセトリ喋れてないからちょっと気を紛らわすためにちょっとあの一旦ね歌っていきます。もうI'm not afraid to die.
たいなの初めてやったんだけど、タイミング合っててよかった。なんかこれずれてたら結構はずい。待って待って、やばい。ありがとう、みんなありがとう。ちょっと待って、親衛隊の方がいた。ヤンロクさんこんばんは。アフヌンクマちゃんありがとうございます。そして親衛隊173人目、ありがとうございます。なんか何気に初めてなんだね。ありがとう、じわるね、初めてってね。めっちゃ昔からいいのにね。ありがとう、ありがとう、みんなギフトいっぱいありがとう。もう全部見えてる、もうすごいことになってたから、ここありがとうございます。ありがとうね、本当にね、もうありがとう。なんか1位になっちゃって、ありがとうございます。嬉しいです、非常に。ありがとうね、みんな。もうキスマークも音符もね、あのこれ何、流れ星ペンライト見えてるよ、レインボースター見えてるよ、全部ありがとう。あー、シジュウカラさん、あのエンジェルクマちゃんだわ、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。やばい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 、どこ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 、わかる。画面がさ、すごい壇上がもう超ラブリー。昨日もなかなかにね、ピンクかったけど、今日もなか、もうだいぶピンク。シンクレアさん、ケンジさんこんばんは。自分がずれた草、おもろい。ありがとうみんな。ちょっと待って、これどうしたらいい、ちょっと待って、ちょっと待って、あと5分か。うわーうわー、最後か。よし、これでいこう。もう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 これでしょ、もうもうこれでいこう。夢が叶う。
待って、あのちょっと待ってください、ちょっと待って、いろいろ整理させてほしいんだけどあー、とりあえず終わった、ありがとうございました。待って待って、あのさ、見たことないギフト来たんだけど、何これ、何これ何、これ何ですか、結構動揺してるんですけど、出すけど出すけど、しかもぴったりね、ありがとうございます。おみこしね、しかもさ、言っていい、私のさ、ここにさ表示されてないの、あのこれ出たんだけど、あのアニメーションここに表示されてる、ちょっと待って、投げてくれたやつ誰これ、おみこし 2回2個、ちょっと待って、すごいんだけど、手が震えてるよ、ちょっと待って待って待って、え、誰誰誰誰、え、なんでさ出てないんだろうね、ここに、ちょっと待って、一旦見てくね、いろいろちょっとどっからマックス歌ってんだろう、え、やばい、え、初めて見たかも、おみこし、ちょい待って待って待って、私どっからマックス歌ってんだ、あ、これだこれだ、ここだ、みんなありがとう、ちょっと待ってね、レインボースター音符ありがとうございます、ミラーボールもたくさんありがとう、コールもありがとうね、ありがとう、お手紙ありがとうございます、ありがとう、ラブレターありがとう、ちょい待ってよ、四十からさん、プリンアラモードタワーかける5、ありがとうございます、ありがとう、本当にありがとうございます。今ね、暫定順位が出るまでね、もうちょっと配信するんですけど、すごい、本当にすごい、ありがとうございます、シジュクラさん、そしてあのスタフラタワーもありがとうございます、ありがとう、みんなもありがとうね、ハート音符レインボースターめちゃくちゃいっぱいありがとうございます、プラムさんも船子キャットタワーありがとうございます、ありがとうね、キャロさんこんばんは、ありがとう、お手紙ハートレインボースター音符ライトありがとう、いっぱい流れ星ありがとう、見えてるよ全部、ありがとうね、お腹痛くなってきたもう手が震えてお腹痛くなってきた、四十からさんありがとう、またスタフラタワーありがとうございます、そしておみこし、おみこしありがとうございます、ちょっと待ってね、ちょい待ってちょい待って、今一旦今のところまで追いつきたい、みっちさんレインボータワーありがとうございます、見えました綺麗な虹が、ありがとうね、本当にハート、花びら、花びらじゃない、花びらって何なんかそんなんない、花束散らすな勝手に、ありがとうございます、四十からさんレインボータワーありがとうございます、バラもありがとう、見えてるよ、あ、あやちゃんもマックス歌ってたのね、タイミングが同じだった、みんな俺もありがとうね、嬉しい、でもさ、めっちゃ器用だよね、ギフトをさ投げながらさコメントもしてくれるの嬉しい、あ、いけたいけた、ありがとうございます、わかる、すごい時間ぴったりだったね、そしておみこしを投げてくれた方、須川さん、慎太郎さん、合ってますか、あ、慎太郎さんがダブル、待って待って、どっちどっち、あ、はるかちゃんだ、こんばんは、あ、そうだねそうだね、テロップね、ちょっと待って、これどうやるんだっけ、もうね、動揺してね、いつもテロップのね変え方が分かんない、
ちゃんの静かにしてもらっていいかな他のカラオケのさ人でカラオケ来ててさ他の部屋に静かにしてっていう人なかなかいない。よし、これで合ってますか。あ、須川さんと慎太郎さんね、ありがとうございますね。おみこし本当に初めて見た私、なんかさびっくりして、なんだなんだ途中でなんだなんだってなったありがとうございます、お疲れ様。会場しようしようもさ、今5分なんでもうちょっとあれしますけど、ちょっと暑いねこの部屋ね。皆さん本当にありがとうございました。しかもさすごいねぴったり、あのもう曲の終わりとともに10時を迎えるみたいな、すごいぴったりでよかったです。ありがとう、もう悔いはない本当に。ああそうだこれ、そうだこれさあれなんだよね、もう過去のとこまで行かないと。あー暫定2位かもしれない、2位かもしれないかもって、こっから動くことあんまないよねうん、5分で出るのか暫定って。友谷さんこんばんは。いやーでもめっちゃ楽しかった本当に。そういやなんかあのちょっとね私の思いをちょっと語らせていただきたいんですけど、いいですかちょ聞いてもらえますそうまあ今回ね結構私もう直前というか、もうなんならねこのイベントが始まる日にやりますって急にみんなに言ったんですね。そうそれでなんかまあ今までここほんと数回はもうガチイベとしてやりますって言ってたイベントとかもなんかあんまり勝てずに、なおさんこんばんは。そう勝てずにね、そうでなんかここまでは結構そのね勝てなくなる前まではさ結構順調に皆さんに勝たせてもらって、なんだろう結構ねもうトントン拍子に来ちゃってたんです配信者としては。そうだから私も結構そこに甘えてた部分も絶対あるしっていうのもあって、その勝てなくなり始めた時がもうどうしようってなっちゃって焦ってるし、そのそこまででこうなんだろう積み重なってた自信とかがもう一気に崩れ落ちて、そうでまあ、それを勝てなくなり始めたタイミングがちょうど自分が大学卒業してその社会人として就職とかして社会に出るか今の生活を続けていくかっていうその決断をした時期っていうのもあり、なんかそのねもう新卒は捨ててこっちで頑張っていくって決めたタイミングでのそれだったから、うわどうしようって正直ね思ってめっちゃ焦ってたのよ。そうでもなんかせっかくねここまで配信続けてきて、まあ、私がねこんな長期間、まあ、毎日配信とかを始めたのは結構最近で、まあ、やっともうちょっとで1年くらいなんだけど、配信自体はもう4年くらい経つのよ戻ってきてから。そうだからまあ、4年って私がアイドル活動してた期間より長いのね。だからそれをこう簡単にやめたくないっていうのもあったし、なんかまあ今はねありがたいことにリアルイベントとかやらせてもらえる機会が結構ちょっと子供ちゃんにすごい覗かれたそう結構ね増えてて会える機会があるけど、だからやっぱりねそのどうしてもさ距離的にとか予定が合わなくてっていう方もやっぱりどうしてもいるわけで、だそういう方
とか、まあ、イベントにね来てくれる方でもさ、そう毎日会えるわけではないから、やっぱりそういうなんかリアルイベントができる今でも、その配信っていうのは私にとって非常に大事なツールなのね。そうだからやめたくないなって思っていて、でもイベント勝てないしどうしようってなっててみたいな。そうでもどんどんその配信者としての自信がなくなっていって、でなんかイベント期間もね全然楽しめなくなっちゃってて、そうなんかでもさ、そうやってその結果次第で私がこう落ち込んでたり悲しい顔をしたりすることって、見ててくれてる人にとってもさしんどいことだと思うし、なんかなんだろうな、そうでも自分もしんどいしみたいな感じで、もうどうしようって結構迷っていた時期がちょっと前にあって、でもそんな中で今のまま結局その、まあ、落ち込んだりとか諦めたりすることは簡単にできるけど、あのじゃあどうしたら、例えばねそのシステム、ショールームのシステム自体が変わっていろいろこうね難しくなっていく中で、勝ちにくくなっていく中で、あのどうしたら、うん、いろんな人に興味を持ってもらえるかなとかを考えて、自分のねあの知恵とかアイディアだけじゃ足りないところはみんなに助けてもらって、いろいろアドバイスをもらってね、あの今新しいことを始めて見たりとかしているわけなんです。でその新しいことっていうのが、あの親衛隊レベル、ルームレベルが10になってくれた方は親衛隊っていう、あのなんか枠みたいなのに自動的に入るんだけど、あのそこに入ってくれた方にはお名前付きで一人ずつあのサインと、あとその日の日付、入ってくれた日の日付を入れて、あのファンルームの方で画像をね送ったりとか、そう今までって別にそれに対しては何もしてなくて、まあ本当にこの配信上で口頭で言ってありがとうございますって言ってただけだったんだけど、なんかね物として残った方がまあね、あの記録にもなるし、なんか嬉しいかなと思ってそういう風にしてみたりとか、そうまあ本当ね些細なことでしかないんだけど、そうもっとね他にいろいろやってる方はもちろんいるし、なんかそれがベストだとは思ってないけど、まあでも、ね、何もないよりはいいのかなと思ってそういう風にしてみたりとか、そうそうそうやっぱりね、なんかまあこういうイベントとかもそうだけど、普段の配信からなんかみんなにすごく助けてもらってるなっていうのはあるし、そうそう無理しちゃうとね結局私も続かないから、そうなんかこう一気にねいろいろやってみるっていうのは難しいんだけど、でもできることから一つずつやっていこうかなっていう気持ちがねあって、そうなんかまとまらないんだけどそうバンブーさん、キスマーク、ハートありがとうございます。渡り鳥さんこんばんは。レイさん、初見さんこんばんは。金髪マークン、バラハートありがとうございます。ボブさんこんばんは。そうちょっとうまくまとめられないんだけど、 そんな中、まああのね、参加した今回のイベントで、あの、まあ、今回は、まあ、順位ももちろん大事なんだけど、とにかく楽しみたいっていうのを私は第一目標にしてやってきて、まあそれはねさっきも言ったんだけど、まあ、ここ最近のイベントはこう自分が全然楽しめてなくて、そうなんかなんだろうな、その楽しいっていう気持ちよりもやっぱり焦りとか不安が先に出てきてしまってて、やっぱ見てるみんなもつまんなかったと思うし、うん、なんかなんだろうな、そうなんかね、みんな見てる人に元気をこうなんていうの分けたりとか、いろんな話、楽しい話をしてこうルームをね楽しくしたいのに、それができてなくてっていう感じだったから、それは良くないなと思って、
まあ、今後続けていくためにもと思って、今回は楽しむっていうことを第一優先でイベントやったんだけど、すごくねみんなに力を貸してもらって、でね最初ねずっと4位とかで、そもそもね出てるルームがあんまり多くなかったから、そうだけど4位とかで、で上の順位までもすごく点差があって、あこれまた無理かもしれないなって思ってたのね、結果的には。まあでも今回はもう本当に結果は全く気にしないって決めてたから、でもとにかく最後までもう楽しみきろうと思ってねそうせっかくだからと思ってやってたら、ね、みんながたくさん応援してくれて、たくさん力を貸してくれて、順位をね上げることができて、で最終的にはねこうやってね、すごいこう僅差でさ、もう順位がめちゃくちゃに変動してたと思うんだけど最後とか、そうね、それでみんながねこんなにもたくさん力を貸してくれて、やっぱり自分って一人じゃないなって思うし、まあねたかが配信って言われてしまえばさ、それはねそれまでなんだけど、私にとっては本当に大事なものだし、なんだろう、やっぱその安心できる場所でもあるのね。そうだからそうね、私はあんまりね活動をしてた時はそんなにね配信とかしてなかったんだけど、みんなのおかげで毎日続けられてるし、楽しくねそう続けられてるし、なんかまあそういうねちょっとこう落ち込み時期みたいなのもみんなとだったから乗り越えられたと思ってるし、そう本当に感謝してもしきれないなって思ってます。オカピーさんこんばんは。ね、この私のさ最終枠のために急いで帰ってきてくれたりとか予定をさ調整してくれたりとかね、まだこのイベントはね平日始まり平日終わりだったから今日水曜日なんだけど、みんなのね平日の貴重な時間をねこうやって私に割いてくれて、改めてこんなに幸せなことはないなと思うし、まあそれこそねもうアイドルじゃなくなってから全然時が経ってるのに、こうやってね私を応援してくれる人がこんなにたくさんいるっていうのは本当に嬉しいことだなと思います。ありがとうございます本当にね。まあでもこれをね当たり前だと思わずに、そうそうねこれからも本当にね初心を忘れたらいけないなと思いました。そう本当にそう思う。だからね配信に戻ってきてみんなとまた話せるようになったっていう嬉しい気持ちと、あとそのね私が毎日配信してるところに毎日帰ってきてくれるみんながいるっていうことをねしっかりとこう胸に留めて、これからも頑張っていきたいと思いますので皆さんこれからもよろしくお願いします嬉しい本当に。のぞみんさん初見さんこんばんは、ありがとう。アイドル時代より輝いて見えるんで俺の嬉しい。そう自分も新米ですが少しでも、いやーありがとうございます。100人以上の名前書いて絵を撮って載せるって大変、いや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 、みんなのね時間とかさ、それこそギフト投げるのもねお金がかかることで、そう時間とかねお金とかをかけてそうやってこうね親衛隊にさ入ってくれてるから、なんかほんとその程度で申し訳ないなとは思うんだけど、なんかねこう何か記録でもね残ってたらいいなと思って。あーはるかちゃん聞いてた
ごめん長々と喋ってこれからも大好きなお姉ちゃんでいてください。大好き、かわいい、大好きです。私も本当に自分に来てる皆さんが楽しんでくれていればそれでいい。いや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 、ありがとうございます。本当にたくさん、高見さんこんばんは。いや本当に暑い、もう暑い。そう、確かにね、はるかちゃんも私のお姉ちゃんっていうところがね、ちょっと私全然お姉ちゃんで入れてるのかっていう感じなんだけど、いいんじゃない、暫定2位でいいのかな。これはね、もう20分経ったから平気だよね。いけてます。半ぐらいまで配信できるんでね、一旦ちょっとスクショを撮りますね。私がちょっとなんかもうちょっとなんかライトとかないの、ちょっと明るい、もっと明るくしようかなちょっともっと明るく、どうしたらいい、ちょっとライトとか持っちゃって、自分で、あ、ライト持ってたら無理かやばい、手が3本以上ある想定だった今。あ、これでいけるかな。いけてんじゃない。ああ、え、なんかどうしよう、ちょっと可愛くないな可愛くないな、ちょっと待って、いけてるんじゃないですか。どうですか。あ、なんかどうしよう。あ、なんか同じポーズ。みんなみんなどうぞ。私もう終わったんで。さ、テロップ変えようか。テロップ変えようか。暫定3位さんのところにご挨拶に行ったら、まーちゃんのルームが偉大だって主人のこと言ってた。嬉しい、みんなのおかげ。いいんじゃないですか。みんな撮って撮ってNZ さんこんばんは。ちょっと読み方絶対違うんだけど、ありがとう。いけた、立って立って、座って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 、いけた、取れた。動きすぎ、取れました。取れた、いい、もう取れたかにゃ取れたかにゃ、ありがとうございました。本当に皆さん楽しかったね、こんなに笑顔で追われて嬉しい。新エタのやつ知らなくて慌ててファンルームで来る。あ、本当？そうそう。みんな、そうそう、あのさ、今までやってなかったから分かんないって方もね、絶対いるよね。そう、あのファンレベル10になりましたってなると、新エタになりました何人目ですって出るんですけど、そうなったらファン、私のファンルームであの画像をね、一人一人に上げてるんです。だからあの何人目って覚えてたら、あの何人目から何人目って私下に書いてるんで、そこからこう数えてもらえれば分かりやすい
と思うんで、まあ、覚えてなかったら1枚ずつ確認してほしいんですけどそうでもなってたら絶対あるんでね、書いときます。ちょっとプロフィールとかにもごめんなさいね。マッツンさん、ひろいちさん、こんばんは。ね、同業のさ方にそういう風に言ってもらえるってすごい嬉しいですよね。取れたってありがとう、書いときます、ありがとうございます。ということでちょっとイベなんでね、イベだったんでちょっと壇上読みましょう。これさ13位からだってるかな、違うね、ちょっと待って、ああ、いけたいけた。13位、ソーリーさん、ありがとうございます、ありがとうございます。あの累計の方はお礼配信で明日読みますのでちょっとお待ちください。とりあえず壇上読みますね。13位ソーリーさん、ありがとうございます。12位サンちゃん、ありがとう。そして11位ガーさん、ありがとうございます。10位ドンテンさん、ありがとうございます、ありがとうね。9位鈴人さん、ありがとうございます。どこどれ、8位みほちゃん、ありがとう。7位ヤンロクさん、ありがとうございます。6位ももちさん、5位みっちさん、4位プラムさん、3位からちょっと行こうか、ちゃんとあのちゃんと行こう。第3位慎太郎さん、ありがとうございます。そして第2位須川さん、ありがとうございます、本当に。そして第1位シジュウカラさん、本当にありがとうございます、ありがとう。どこだどこだ、みんなありがとうございます、本当に。あ、やばい、ミスタートミーさん、こんばんは。あー、ご挨拶ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます。そして、ね、あのこのイベント期間応援してくださったすべての皆様、本当にありがとうございました、ね、こんなにあのなんか正直こんなにねこう何戦えると思ってなかったので本当にあの嬉しいです、ね、あの配信者として私もねこれからどんどん進化していきたいなと思っておりますので、皆さんまた見に来てほしいなと思いますし、またねあのちょっと力を貸してくださいってお願いしちゃう時があるかもしれないんですけど、その時はまたお力貸していただけたら嬉しいなと思っております。皆さん本当にありがとうございました。はい、そしてですね、明日5月30日19時、嘘早い、20時から19時早いな、20時からあのお礼配信をしたいと思います。はい、という感じでおります。であの累計ランキングとかもあのちょっと8時早い、9時とかがいい、何時がいいですか何時がいいですか、私別に何時でもいいんですけど、何時がいいですか、9時とか行けますか、9時がいいですか、みんなが見れる時間って何時なんだろう、あっつ汗が出てきた、何時がいいかな、8時も厳しい人が多いか、9時とかにしようかな、9時いいですか、8時、あーすごい、夜中3時50分早いのよ、わーちょっと待ってどうしよう、すごい割れている、確かにな、
投票する？間取って8時半とかにしようか。じゃあ広島の木の根温泉さん、こんばんは。投票使おうか。ちょっと待って、投票、ちょっと待って、一回待って。1、8時、2、8時半、3、9時、あの時間順で30分刻み、8時、20時、20時半、21時、1、2、3、1回にして1人1個投げていいですか。よーいスタート。31分までやるわ。1個だけね、1人1個だけで、そうめっちゃ投げてるやついるな。めっちゃ投げてる人いるけど大丈夫そう？1個だよ1個みんな1個分かった？おい10個投げんなって、1個って言ってるやろ31分だしいい？締め切っちゃうよ。まあなんかちょっとこれもなんか正しい感じがしないけどあ、9時が一番多いあ、そう、10個だけで多かった。9時にしようかな。じゃあ9時にしようかな。大丈夫大丈夫、いいよ、ごめんねニコニコで連投してじゃあ9時にします。明日9時からお礼配信しますねごめん、ワーが悪かった、ごめんね。はい、ってことで皆さん明日の21時9時からお礼配信させていただきますので、はい、来れる方はぜひ来てくださいということで、ありがとうございました皆さん、本当にありがとう、すっごい楽しかったですありがとうございました。また明日、みんなゆっくり休んでください。ありがとう、おやすみ。